こんにちは、南原です。また天チムさんやらかしてしまいました。今回は脱毛サロンの PR の仕方が景品表示法違反に当たるのではないかと指摘され、まあこれ実際当たるんですよね。それですごい炎上しています。この間ナイトブラの件で大炎上したばかりなのに、天チムさんちょっと不注意すぎます。まあ僕らもちろん失敗あります。でもですね、大人になったらなるべく失敗は少なくしなきゃいけない。じゃないとですね、失敗を繰り返す人、これはですね、僕がよく言う階段を一歩一歩降りていく。そうするとですね、どん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 信用も失ってきます。それにしてもですね、世間にはひどい大人が多すぎます。天チムさんも結構その被害者だと僕は思っています。だから天チムさんの失敗を擁護するつもりもありませんし、でもですね、皆さんがもし20代だったりしたら、その周りにはですね、結構ひどい大人が多いんですね。その天チムさんが C3 という脱毛サロンの PR をインスタグラムのストーリーで投稿しました。まずこれなんですけど、9ヶ月間0円で初期費用の不安もないって言ってるんです。でもですね、これ実はなんと9ヶ月後に請求されるんです。ただの後払いなんです。そんな普通9ヶ月間無料って書いてあれば無料だと思いますよね。そのことをですね、炎上系 YouTuber のこれこれさんに指摘されて、これが今話題になってるんです。天チムさんがですね、実際どこまで理解をしていてこんなことになったのか、それは僕は直接話してないので分かりませんが、事実としてはこれは立派な景品表示法の違反なんです。景品表示法とは、商品やサービスについて不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者の利益を保護することを目的に制定された独占禁止法の特例法です。つまりですね、騙されないように国が守っている、簡単に言うとこんな法律なんですね。そんな法律をですね、天チムさんが知っていたか知らなかったか、まあここではちょっと僕には分かりませんが、ちなみにですね、その脱毛サロン C3 の広告にはこんな感じで下の方に小さく書かれているそうです。これ読めませんよね。この広告はグレーというより明らかに錯誤を狙っています。この9ヶ月後の支払い、なんとですね、42万円です。今コロナでみんな苦しい中、9ヶ月後に42万円払えと言われたら、それ払えない人が多いんじゃないですか。こんな錯誤するような広告を作るような会社、こんな会社のですね、仕事を受けてしまった天チムさん、その天チムさんの仕事の受け方も悪いと思うんですが、しかもですね、それをストーリーに上げることについて C3 に法的に大丈夫と言われたそうです。天チムさんのストーリーには後払いということが小さい文字ですら書いてなかったので、全然大丈夫じゃないです。これって本当に天チムさんが騙されたみたいじゃないですか。全くもって天チムさんかわいそうです。まあこういった企業世の中にはたくさんあります。天チムさんいろんなところで頑張ってます。僕応援しています。なのでこれからはですね、こんな信用を失うようなことをしてほしくないです。まずちゃんと謝罪することです。その問題のストーリーが投稿されてすぐに YouTube のこれこれチャンネルでこの件について指摘され、天チムさんとの生電話がなんとライブ配信されたんですね。謝罪はなかったんです。ひょっとして焦っていて謝る心の余裕がなかったのかもしれませんが、世間には当然のごとく激しく批判されました。それは僕はとっても残念な気持ちになりました。あのライブ電話がもちろん一般の人にも流されているのを知ってたはずです。それなら絶好の挽回のチャンスだったと思います。最近いろんな企業がですね、謝っています。その謝り方がどう謝るかっていうのはよくネットのニュースにもなっています。そんな中で天チムさんがご自身のインスタライブや YouTube で謝罪の動画をアップしていましたが、最初にこれこれのライブ動画でまずきちんと謝っておけば、ここまで大きな問題になることはなかったかもしれません。よく精査して人生見極めて生きていかなければと。付き合う人や企業を選ぶときや自分の信頼やブランドを守るためには、いろんな要素が
重要になってきます。もちろんそのためには勉強しないといけませんし、経験も踏まなきゃいけないです。そういったところが未熟な中で、世の中にはですね、卑劣な企業も多いです。これが世の中の現状です。そういった案件を受ける前にですね、ぜひ僕に相談してほしかったです。ぜひ皆さん気をつけてください。今日もご視聴ありがとうございました。